ナックファイブスタジアム大宮が今日の舞台です。この試合は3月13日前半18分で雷雨の影響により中断となったゲーム、今日は前半19分からの再開ということになります。それでは3月13日に行われました19分までのハイライトシーン振り返っていきたいと思います。この日は非常に強い雨が降っていました。第3節大宮対京都の一戦、18分です。京都の攻撃です。宇高から荻原のシュート、こぼれ球に竹富が詰めて京都が先制します。中央のコンビネーションで時間を作っている間に荻原しっかり逆サイドにシュートを打ったボールを竹富が詰めてましたね、はい、その直後に雷の影響で中断、なかなか天候が回復せずそのまま中止という形になりました。大宮のメンバーご紹介いたします。先発はこの間の11日前と同じメンバーということになります。ゴールキーパー上田です。真渡り西村くしびき尾長松田松本三門笹生ハスキッチ中野というメンバーになっています。京都の方は11日前と全く同じメンバーで来ました。ゴールキーパー若原です。4バック飯田ヨルディパイス本田荻原の4バック、中盤福岡川崎松田、前線竹富宮吉、最前線ピーター豊です。ヨルディバイスから飯田です。中に運ぶ飯田、豊ワンタッチ松田豊、荻原ダイレクトのクロス、宮吉が待っている。ああいいですね今の攻撃は。松田入れ替わりに行く、抜けて真当たり、速いボール、いいボールですね、はい、まあ、ここも2人の関係で相手を崩しましたね。この19分から始まってるので早いですね。そうですね、おっとこれバックパス狙っていた笹生、ハスキッチ入れ替わった、ハスキッチ、ハスキッチだ、左足のシュート、少しジャストミートしなかった感じですかね、はい、まあ、ここまず帝ですよね、プレッシャーにいってるのは帝で、その後奪ったのは松本ですかね。松本、うん、この川崎が出た後の空いたスペースを松田福岡に合間に埋めてますね、はい、これは京都の方は注意しなきゃいけないと思います。荻原弱くなる、チャンスだ、ハスキッチ決めた、大宮同点です。いやハスキッチしっかり狙ってましたね、はい、ここ裏のスペースを使った、しっかりここで荻原の方が体入れてたんですけれどもね、少しここが短くなってそこを拾われたところをハスキッチ、松田です、松田栄太郎ですかね、はい、うん、しっかり狙ってましたね。ヨルディバイス、京都の方はもう前前線3人が非常に近い位置でいるので、まあ、そこにボールをいい形で入れてコンビネーションが出てくると面白いですね。宮吉、福岡、福岡、お上田よく止めました。松田、うん、竹富右に持ってきます。竹富から右ですが狙っていた尾長、カウンターの形、ハスキッチ流れる、中野もフルアウェイ、タックル、飯田ボールに行ってました。本田、宮吉です、左フリーがいます、その左に持ってきた、うん、松田左足で柔らかいボール福岡へ、くしびきのクリア、こぼれてまだあります、こぼれシュート、うん、上田よく触りました。いや今一連切り替えからお互いの攻防、素晴らしい攻防でしたね、はい、ここは最後川崎です、川崎ですね、
松田栄太郎です。スピードがあります。飯田が来た。体を当てました。三沢若原に戻します。繋いでいきます。松田天馬前からプレス来た。大宮ノーファールで奪ってチャンス。柴山パスにした。チャンスキーパー。いやーナイスキーパー。松田栄太郎決定機でしたが若原です。福岡外して宇高ワンタッチ、抜けた。チャンス中野克也。決定機でした。決定的でしたね。もう今大宮の方が松田栄太郎柴山のところがかなり中にポジション取って前線と近い距離にいるので、中野克也からピーター宇高。ピーター宇高倒れて PK。 上田の手がかかっていました。ここ一瞬やっぱピーター宇高が早かったですね。はい、大事な PK です。宇高真ん中、京都勝ち越し。85分、冷静でした。ピーター宇高今シーズン3点目。真ん中でしたね。冷静ですね、ピーター宇高。京都ボールです。ないですね。目安の3分台に入りました。試合終了です。京都勝ちました。開幕戦以来3試合ぶりの勝利。決勝ゴールはピーター宇高の PK。 逆に大宮は3連敗です。